ギラケル・イピソンはパラオ共和国の政治家。1989年1月1日から1993年1月1日まで同国の大統領を務めた。日本統治時代に高学校及び木工と定王聖書を卒業し、現在のインドネシアのマカッサルに渡航した。気祷の途上、アメリカ軍の攻撃に遭い、乗っていた船が沈没、九死に一生を得た。その後、 エピソンはアメリカ軍に占拠されたペリリュートを奪還のための義勇兵となった。1945年、日本製の捨てられた発電機を使ってアイスキャンディを作る事業を始めた。これが後の企業集団、猫グループであり、エピソンはパラオ有数の事業家となった。1970年代には、同国で最初の旅行業と観光業を始め、 1984年にはパラオで最も贅沢なビーチリゾートホテルであるパラオパシフィックリゾートを東急不動産の協力のもとオープンさせた。エピソンは前のサリー政権関係者に擁立される形で大統領選挙に立候補し当選を果たした。エピソンは副大統領以下の閣僚に実務を任せ政治、行政の経験を積ませた。当時の副大統領は 国を中村であり、後に中村が大統領としての手腕を発揮する上で大きな糧となった。ありがとうございます。